こんにちは。一級 53.1% お昼のひととき一級の将棋でお楽しみください。お前が先手だ。初段のことですね。対局開始。5連勝。最近調子がいいんですけど、試験飛車、角交換試験飛車結構いいな。なんか大駒をこうね持ってる方が畳の学問、俺は得意なのかな。あー向かいか、向かいなら金無双でよかったな。金無双ですか。橋はどうかな。まあ割り打ちの傷があるからここにしとくかな。角上がるか。さあもうこれで橋いけると思いますが、橋結構奥深いよね。あ、そうっすか。変えましょう。打ちましょう。これ永遠に打ってくから。ああ、なるほど。まあ金が離れて。結構嬉しいわ。端行くか。突く取る。歩打つ。銀なら角切る。同香。桂跳ねる。突く取る。歩打つ。同香なら桂跳ねる。同桂なら行きますか。このね、読みの手数の問題じゃなくて、パターンが多いともうなんかね、3手先とかもよくわかんないもんね。これで香取り。なんかソフトで見たんだけど、この7三の地点を狙っていくっていうのも同時にやる感じなんだよな。なんか桂馬がこう入った時とか、6五桂みたいなのを足したり、この6五香とかを足したりとかして、ここをもうむちゃくちゃにしていくみたいなのが結構、パターンとして、俺が解析した棋譜だとありましたね。ああ、飛車どうしたか。取る取る。香が手に入ったら、どこに使うかですよね。何、どっちで取るんやろうな。この桂で取りたいんかな。こう通したってことは、こう香が走れないようにってことですね。桂で取って、歩垂らすか。ないんか、歩が。取る取る。角成りは同銀。
銀が残るんか。今日打ちますかね。じゃあ。あ、そっちか。7分切りたい、切りたいかな。切りたい切りたいかな。切ってどう系でしょう。銀か。どうしますかね。いい手あるかな。まあ切って取って香とか。金で受ける。あ、金で受けたら割り打ちの銀が打てるかな。でも寄って。あ、でもそうすると。行ってみ、あ、でも角おらんようになってんのか。角おらんようになってるから、切る同桂、強打つ、今日下から打つんかな。切るか。で、飛車が通ってんのかな。5分。飛車通ってんのかな。今日打つ？でも後々こう疲れると嫌なのかな。あれ大丈夫か。金上がればまあ金銀打って、角とか打ってくんのかな。まあでもそれは一回慣れるもんな。こことか、まあでもそれも成って取って銀打つとか、でも受けられて、あ、どうやろう。難しいね。桂とか打つんかな。あ、でもまあ歩を突かせればここを走れるんか。なるほど、それは割といいかもしれない。角とか打つ、打つか、角は無理か。こことか、もうそれも慣れるか。こっちも飛車とか回られるってなられて、まあそれはでも遅いのかな。でもこっちに攻めがなかったら遅いもクソもないから。金上がる、まあ一回剥がすよな、割り打ちして。で金寄るしかなくて、この金がなくなる計算でしょ。そこで何するか。
ここに銀でも打つんかな。いやさすがにない。この銀使いどころあるかな。まあとりあえず割り打つ。割り打ちの銀。うん、まあそれしかないよな。で、なる、取る、歩打つ。いや、取られるか。もう一押しやな。もう一押し。金打つ。跳ねる。金打つ。ここ避けられるか。3分。ちょっとな。ちょっと。打つしかないかな、ここ。いや、でも、まあ、出られてなんもないのか。ちょっと、ここからどうしていいかわからんな。金打つ。なんもないもんな。あれ、どうしよう、これ。どうしようかな。悩むな。こっち行く？いいか。ちょっとわかんねえな、これ。こっち行くか。難しいな。握手やろな、これ。まあ、こう行きたいっていう。歩ついたらまあ行くわな。取れへんし。桂でも打つんかな。銀打つとかもあんのかな。ないか、さすがに避けるよな。反動怖いからな、角渡してるし。これちょっと後で調べたいな。どうなってんのか。角銀桂やもんな。まあ銀打ち、ここに銀打ちあんのかな。引くしかないか。で歩突かれて。ああ、それあかんな。それあかんな。ちょっと困りましたね。銀打ちやだわ。あとは何やろ。まあ角打ちも嫌か。まあでもこれ角、ああそうだよな。ああ引くか。歩突く？まあ、こうはどうですか、これ。取り合い？取って、走って。こう逃げるのも、まあ走る。角とか打つんかな。飛車取りに当てる
何かを指してくるかな。これは難しい。残り時間がやばい。相振りはほんま時間泥棒やな。角打ってくんじゃねえかな。8七とかに。8七。そうっすか。まあこうだな。飛車交換を迫りたいが。ああ、歩がないから。そうだね。さすがにこれ失ってるようではな。これ確かに嫌だな。30秒かな。いやーどうしようかな。これ銀でも打つ。避けたら取られるし、走ってもなんもないから、ちょっと無理やりいくか。まあもともとね、銀香を交換してないから、その代わりと言ってはなんだが、飛車取られそうだなこれ。もう一息がもう一息がいけなかったね。もう一回打ってくる。俺はもうとにかく飛車交換がしたいねとにかく飛車交換がしたくて、もうこの9四の歩を取りたいんよ、飛車で。とにかくだから何としても防いでくるだろうな。桂打つかな。あ、ほんと1分交換しよう。交換しよう。さあこれで頑張って寄せるしかねえぞ。ん？角から桂やろうってことかな。取るよ取るよ。お？取るよ。すげえ、なんか俺に高みの囲いにさせてきた。30秒。歩でも打つか。で30秒。マジで20秒。歩打つか。これやべえな。頑張るしかない。叩きの歩。10秒。時間が足りないか。時間が足りないし、積んでもないな。角打ち。ちょっと無理だな。4秒で積んでても4秒では無理だ。
なんやこれ、救急におったら大手飛車かかってたかもな。まあせんないことですな、言うても。こう積んでないんだよな。うん、無理ですね。ありがとうございました。時間切れ。あー、5連勝で止まっちゃった。いや、どうやったのかな、ちょっと見るか。見ます。将棋自由愛。ドーン。そうですね、ちょっとこのサイズで見れるかわかんないですけど、この端攻めしてるあたりですよね。後手有利なんだ。あ、互角か。でも端攻めの方法としては、この辺では後手有利か。俺が先手なんで、この時点で微妙なんですね。9四歩は候補手にないっすね。いけないんだ、じゃあ。ちょっと無理なんですね、じゃあこれ。ああ、9三歩もダメですか。この形いけると思ったんだけどな。先に8五桂という。これだいぶ悪いですね、こっち。マイナス500点ぐらい。あ、ちなみにこれ L もですね。桂跳ねても、3五歩で通されて。まあ、これは最善ではないみたいですけど、9三桂なり、同銀。同角成が最善か。まあでもこの辺は互角に戻ってきてますね。ここで7九香か。まあ、下から打つんがいいんですね。まあ、筆取られないってことですかね。6四角とか。8一桂とかも。上から打って。で6二金。で割り打ちしたんですけど、割り打ちは候補手じゃないですね。割り打ちはダメなのか。後手優勢ですか。やっぱ攻めがなかったんですね。じゃあね、7三香成が最善ってなってますから、これはちょっとダメだったんですね。歩打って同金、ここで2三金。ああ、なるほどね。飛車を反らしてこうやって取っていくっていうことだけど、まあ結構悪いっすね、こっち。まあ同飛車が最善か。こうやって走っても、まあどうせ歩打たれて横行けないしね。まあよくここ行けるか。でもまあなんか銀打ちですか。銀打ちとか歩打ちとかで、これ以上ないんですね。こんなすっからかんやのに。そっか。で、こうやって押さえていく感じか。確かにないっすね、こっからね。後手、マイナス600点ぐらいいいっすね。なるほど。端攻めむずいっすね。いや、どうもありがとうございました。